どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、Amazon プライムデーセールがね、今開催されておりまして、かなりね、商品お得になっているっていうことがありますんで、今回の動画ではですね、一緒にキャンペーンがね、行われてるんですよね。そちらをね、まとめて解説ね、やっていきたいと思います。この Amazon プライムデーセールっていうのは、Amazon プライム会員限定のね、期間限定のセールっていう風になっておりまして、今日が6月の21日なんですけども、明日のね、6月22日の23時59分までね、こちらはやっているっていう形になります。で、物によってはですね、かなりお得にねなっているっていうこともありまして、なかなかね値下げされないアップル商品もありますし、またねAmazon とかのねデバイスありますよね。 Amazon エコーとかそういったものもねかなりお得になっているっていうふうに思いますので、商品を今回購入するのであればですね、キャンペーン一緒にね乗ってっていただいた方がですねお得になるかなっていうふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。でですね、 Amazon プライム会員にずっとなられている方で Amazon ゴールドクレジットカードね保有されてない方はですね、ちょっと前の動画で見づらい感じになるかもしれないですけども、結構前にね動画出させていただいておりますので、そちらね一回見ていただければなと思います。 Amazon プライム会員っていうのは有料会員なんですけども、これを普通に組むよりかは Amazon ゴールドカードねクレジットカード発行していただいて、マイペースリボとかね組んでいただいた方がですね、実はお得になるっていうこともありますんで、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。それではですね、今回のキャンペーンですね、4つほどね紹介していきたいなと思っているわけなんですけども、まずスタンプラリーキャンペーンで、ポイントアップキャンペーン、 Amazonギフト券のキャンペーン、あと Amazon ミュージックのキャンペーンですね。まあこちらの4つをね一つずつね解説していきたいなと思います。まずこちらですね、 Amazon のスタンプラリーキャンペーンということで、こちらはね、期間が2021年の6月2日から6月30日までね行われているキャンペーンという風になっておりまして、スタンプラリーで当選すると何ポイントもらえるみたいなね抽選にはなるわけなんですけども、最大ね5万アマゾンポイントをもらえるキャンペーンという風になっておりまして、こちらスタンプラリーっていうキャンペーンでちょっとね一見めんどくさそうに見えるんですけども、こちらねエントリー完了していただいてですね、条件がこんな感じになっておりまして、エントリーをしていただいてアマゾンプライム会員配送特典の商品を1500円以上の購入、アマゾンプライムビデオを見る、ミュージックを聞く、アマゾンプライムリーディングを読むということで、こちらねアマゾンプライム会員の方で、まあ普段からね利用されている方は全然ね苦でも何でもないと思うんですけども、普段ね利用してない方は、まあ私もねほとんど利用してないんですけども、これ実際に、やってみた感想なんですけども、本当にダウンロードしてちょっと聞く、ちょっと見るみたいな、本当にそういう感じで達成することができるっていった形になりますんで、こちらね抽選なわけなんですけども、ハードルねかなり低いっていう風になりますんで、ぜひね狙ってみていただければなと思います。でスタンプラリーの条件の一つに1500円以上の商品の購入っていうのがね入っているんですよね。まあこちらに関してはプライムデーで達成していただくみたいな、そんな感じでね利用していただければなという風に思うんですよね。私もねこちら購入商品以外は全てね達成させていただいて、購入の達成項目だけは今回のプライムデーでちょっとね私ソニーのカメラを使ってるんですけど、こちらのね広角レンズの、アタッチメントっていうのがあるんですけど、そちらをね今回購入したいなと思っております。でまあそれでね、まあ、今回のキャンペーン全部対象になるっていう形になりますんで、まあ各自ですねスマートフォンアプリダウンロードしていただいて利用していただく感じになるんですけども、ぜひね狙ってみていただければなと思います。でですね、このキャンペーンのもらえるポイントについてなんですけども、まあ一応抽選といった形でこんな感じになってます。Amazon ポイントを5万ポイント1000円分、で5000ポイントは1000名分、500ポイントは2万5000名分、Amazon250 ポイントが、こちらね、記載がないんでどうなんだろうっていうところなんですけども、まあこちらは多分残りみたいな感じなんですかね。まあこんな感じで、まあ10人に1人はね必ず当たるっていうのがね、キャンペーンのトップページに出ておりますんで、まあ250ポイントぐらいはね取れるのではないのかななんて勝手に思ってるんですけども、10人にね1人であれば、まあ今回のこの達成項目ねかなり簡単ですので、ぜひね狙ってみていただければなと思います。でこのポイント当たった方に関してはですね、今回のこのキャンペーン自体は6月の30日までっていう風になっておりますんで、ポイント付与自体はですね45日後でメールで届く感じになりますんで、
で、だいたい8月の上旬ぐらいにはね、メールが届くのではないのかなと思います。それでは次にポイントアップキャンペーンですね。こちらのキャンペーンなんですけども、ポイントアップキャンペーン、お買い物して最大1万ポイント還元ということで、こちらのキャンペーンは期間中にエントリーをしていただいて、1万円以上購入していただくと、最大 10% ポイント還元のキャンペーンというふうになっておりますね。で、こちらはプライムデーのね、キャンペーンというふうになっておりますんで、6月の22日にはね、終了期限というふうになりますんで、明日までっていった形になりますね。で、先ほども言いました通り、こちらね、エントリーしないと対象にならないっていった形になりますんで、まあ、今回のね、キャンペーン全部概要欄にリンク載せておきますので、エントリーしてからね、利用するようにしてくださいね。で、最大 10% のポイント還元ということで、こんな感じでね、表が出ているんですよね。ちょっと分かりづらいかなっていうふうに思うんですけども、まず合計金額1万円以上ね、利用していただきますよね。一番左のなんですね。で、二つ目に Amazon プライム会員か、そうじゃないかっていうのがあると思うんですけども、Amazon プライム会員でない方でアプリでね、購入していただいて、Amazon のゴールドカード、クラシックカードってあるんですけども、まあこちらをね、持ってない方は 3% 還元っていった形になるんですよね。で、プライム会員の方であれば、アプリでね、購入していただいて、カードがなくてもですね、6% 還元っていう風になりますんで、私はですね、まあ1万円以上ね、購入しようかなという風に思ってますので、プライム会員で 3% で、アプリで 3% で、Amazon のクレジットカード私保有してないので 6% がね、受けられるっていった形になるんですよね。まあこちらはですね、人によってね、条件変わるかなというふうに思いますので、まあこんな感じでね、見ていただければなと思います。まあこのアプリで購入っていうのはね、基本的にスマートフォンがあればね、利用することができると思いますので、Amazon ね、スマートフォンアプリでね、購入していただければなと思います。アプリで購入ということで、普通のウェブサイトでね、購入してしまうと対象外になるっていった形になります。まあ、このポイントアップキャンペーンっていうのは、Amazon のね、クレジットカードを保有してない方でもですね、プライム会員でアプリで購入していただければ 6% 還元っていう風になりますんで、1枚のね、物を購入していただければ、最低でもね、600円返ってくるっていった形になりますんで、まあ、こちらポイントでね、変換ということで、Amazon ポイントにはなるわけなんですけども、かなりね、いいキャンペーンではないのかなというふうに思いますので、先ほども言いましたけども、エントリーが必要というふうになりますのでね、こちらは注意してください。それでは次にですね、対象の Amazon ギフト券を購入すると、500円分のクーポンがもらえるキャンペーンもね、行われております。こちらもですね、プライムデーまでということで、期間はですね、6月の22日までというふうになりますんで、明日までのキャンペーンというふうになります。こちらね、実際に私ね、利用させていただきましたので、そちらも一緒にね、お話しさせていただきたいと思うんですけども、こちらの期間中にですね、Amazon ギフト券を5000円以上購入すると、500円分のクーポンがね、もらえるって言った。たちになります。でですね、対象の Amazon ギフト券ということで、一応公式サイトにね、この画像が出ておりますんで、Amazon ギフト券ってまあチャージ型とかいろいろあると思うんですけども、まあこちらがね、対象っていった形になりますんで、私はね、E メールタイプっていうのを購入したんですけども、心配な方はですね、E メールタイプね、購入しといていただければですね、Amazon ギフト券で E メールタイプということで、購入したらね、Amazon ギフト券がメールでね、送られてくるっていった形になります。すごいね、普通にエントリーして Amazon ギフト券をね、購入するだけなんで、かなりね、簡単っていった形になります。でですね、Amazon ギフト券を5000以上購入して、これね、クーポンがもらえるキャンペーンなんですけども、こちらのクーポンもですね、本当に5分ごとかにメールで送られてくるっていった形になりますんで、こちらね、実際の画面なんですけども、まあこんな感じでね、クーポン来るっていった形になりますんで、やはりポイントが欲しくてね、Amazon ギフト券、これ皆さん購入すると思うんですけども、クーポンがね、このプライムデーに間に合わなかったらあんま意味がないと思うんですけども、このキャンペーンはね、本当にすぐクーポン付与していただけますんで、かなりね、利用しやすいのではないのかなと思います。Amazon のプライムデーで、まあ、利用される方であればですね、まあ、5000円分の Amazon ギフト券を購入して、それで500円クーポンがもらえるっていう風になりますんで、実質ね、5000円の商品を4500円で購入してもらって、まあ、残り500円をですね、次回に利用するみたいなね、そんな感じで利用することができると思いますので、かなりね、お得なのではないのかなと思います。
それでは次にですね、Amazon Music に新規登録すると4ヶ月無料でさらに500ポイントがね、もらえるキャンペーンっていうのもやってるんですよね。こちらね、トップページなんですけども、まあこちらね、対象者限定ということで、新規登録者のみね、このキャンペーン対象なんですけども、この Amazon Music っていうのは Amazon のね、音楽配信サービスなんですけども、こちらね、780円本来かかるんですけども、それがね、4ヶ月無料でね、利用することができます。で、4ヶ月ね無料で利用できるにもかかわらず、なぜかねこちら新規登録で500ポイントねもらえるっていう風になりますんで、こちら新規登録者限定にはなるわけなんですけども、無料でね登録するにもかかわらず500ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、こちらもねかなりおすすめっていた形になります。それではですね、ちょっとねこちらは私ねおそらくやったことがないと思いますんで、ちょっと登録ねしていきたいと思います。ちょっとこれに画面出しておきますね。まあこちら URL 行くとこの画面に行くと思うんですけど、今すぐ登録で Amazon のねアカウントが出てきますんで、ここでログインをしていただきます。これって対象かどうか多分出ると思うんですけども、どうですかね。あ、もう処理中になるんですね。これ有無を許さずそのまま行く感じになるんですかね。あ、そうでもないですね。Amazon Music Unlimited をお楽しみいただけますということで、今すぐ始めるっていうのがありますね。で、無料期間のキャンペーンが、時間が出てますね、あと2分でっていう感じですかね。はい。で、今すぐ始めるをね、押していただきます。始めましょう。Amazon Music 最高にアプリを利用してください。ということで、まあ、これで多分もう入ったんですよね。入りましたみたいな。メールが来てるのかな。ちょっとメール見てみましょうかね。ちょっと一回アプリを開いてみましょうか。ちょっとアプリを開いてもね、何が変わったかちょっとよくわかんないですね。まあ多分これで登録はね、済んでると思いますんで、ちょっとメールの方を見たいと思います。ああ、やっぱり来てますね。Amazon Music Unlimited へようこそっていうのは来てますね。はい。で、これでじゃあ登録は完了してるっていう形になりますね。こんな感じでですね、利用していただければ4ヶ月ね、無料にもかかわらず500ポイントがね、もらえるっていう形になりますんで、これはね、やっといた方がね、いいのではないのかなと思います。で、この Amazon Music の Unlimited っていうね、この有料会員サービスなんですけども、登録して4ヶ月ね、無料で利用することができますけども、こちらはですね、解約しないと、その5ヶ月目以降ですね、自動更新っていう風になりますんで、この点だけはですね、ぜひね、注意していただければなと思います。このもらえるポイントについては1週間以内にね付与されるっていう風になりますんで、まあ今回はねプライムデーには間に合いませんので、この点はね覚えておいていただくのと、まあ次回ねお買い物にね利用することができます。私もね多分ね普段使わないと思いますんで、500ポイントね付与されましたらですね、解約ねしちゃおうかなっていう風に思いますね。もしね4ヶ月間はこれね7000万曲はね、聞き放題になるサービスという風になりますんで、まあ、こちらね、楽しみたい方はですね、本当に、自動更新だけはね、迎えないようにしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、Amazon プライムデーセール開始されましたということで、キャンペーンね、組み合わせていただくと、お得にね、利用することができると思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。またですね、Amazon の購入に関してはですね、以前ね、こちらの動画で解説したと思うんですけども、ANA マイレージモールを経由していただくと、マイルがね、貯まるっていうのが300円に1マイルだったかな。もらえるっていう風になりますんで、経由ね忘れずにしといていただければなと思います。で、こちらに関してはですね、 Amazon ギフト券は対象外なんですよね。ですので、クレジットカード決済でね利用される方はですね、ぜひね経由して購入ねしていただければなと思います。また今回のねプライムデーセールで Amazon のデバイスありますよね。そういったものはねかなり安くなっていて、それに関してはですね、0.5% 還元でポイントサイト EC ナビで案件もね、出ているっていう形になりますんで、まあ、ポイントサイトのポイントが欲しい方はですね、EC ナビみたいな感じで、もしね、そのままマイルをね、貯められたいっていう方はですね、ANA マイレージモールでね、利用ね、していただければなと思います。で、一つね、注意点なんですけども、今回のね、セールはまあ明日までということで大丈夫なんですけども、この ANA マイレージモールもですね、他のね、ポイントサイト等々と同様に、無条件でね、商品購入でマイルが貯まるっていうのは、2021年の6月30日で終了っていった形になりますんで、7月以降はですね、この ANA マイレージモールも他のポイントサイト等々と一緒で、対象商品だけねマイルがもらえるっていった形に変わりますので、6月30日ぐらいになったらですね、ちょっと非公開にさせていただこうかなっていうふうに思いますので、この点はね覚えておいてください。
ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。